ウィングベイオタル、ウィングベイオタル、ウィングベイオタル、ウィングベイオタルは、北海道オタル市にある複合商業施設、ショッピングセンター。オタル筑工駅の貨物ヤード跡地の土地区画整理事業、オタル筑工駅周辺地区土地区画整理事業に伴う再開発により、マイカル、当時が総工費約600億円をかけて建設した大型商業施設。 日本国内でいち早くコジェネレーションを取り入れており、小樽地港地区へ地域エネルギー供給を行っている。周辺には、小樽港マリーナ、小樽シーポートマーケット、新倉屋総本舗、プレイランドハッピー、新南村市場、北海道再生会小樽病院、公園、マンション、ベーシティガーデンなどが立地してを新たな市街地を形成している。小樽ベーシティ開発は、 北海道小樽市にある企業、マイカルグループが北海道旅客鉄道 JR 北海道などの出資によって設立した。小樽市は1985年昭和60年策定の小樽港港湾計画において小樽地区駅周辺地区の土地利用の見直しを決定しウォーターフロント開発に民間活力を導入する計画を立てた。1990年 平成2年に、小樽市が、マイカルグループと再開発について協議し、小樽ベーシティ開発は、会社設立後に、国鉄生産事業団から18.3ヘクタールの土地を取得した。再開発地区の基盤整備は、小樽市による土地区画整理事業、小樽地区公益周辺地区土地区画整理事業、ふるさとの顔作りモデル土地区画整理事業として1994年、 平成6に区域が決定し、1996年、平成8年から事業を着工した。複合商業施設は1997年、平成9年に着工し、1999年、平成11年に、百貨店、オタルビブレを、キーテナントに、総合スーパー、オタルサティ、シネマコンプレックス、ワーナーマイカルシネマズオタル、専門店、テーマパークや、スポーツクラブ、 ホテル、ヒルトン・オタル、同年7月オープンなどを併設した日本国内、最大級、当時となる大型商業施設、マイカル・オタルとして開業した。開業1周年の頃までは、おおむね順調に推移している様子がうかがえたが、2周年を迎えた頃にはすでに客数が伸び悩んでおり、シャッター通りが出現した。2001年、平成13年、 マイカルの経営破綻に連鎖して、オタルベイシティ開発も民事再生法を申請した。負債総額は約492億円であった。ポスフール旧マイカル北海道は、日本政策投資銀行が持っていた再百133億円を譲り受け、旧マイカル北海道が持っていた61億円を合わせた別除件のついた債券約194億円を所有した。 2003年、平成15年に、施設名を、ウィングベイ・オタルと解消して、再スタートしたが、多額の固定資産税の滞納が続いたことから、オタル市は、ウィングベイ・オタルの土地を差し押さえた。2007年、平成19年にオタルベイシティ開発は、ポスフール、現在のイオン北海道に対する特定調停の申し立てを、札幌地方裁判所に起こし、2008年、平成20年に、 別除券付け債券の取扱いについて価格など、約29億円を一括弁債することで、中間合意していたが、経営債券のスポンサーに名乗り出ていた、北武氏グループとの交渉が難航したため、弁債期限の延長を申し入れた。その後、北武氏グループは経営債券から撤退し、2009年、平成21年に、特定調停を取り下げた。その後は、 2回目の特定調停成立後、2012年、平成24年10月からは、イオン北海道が、イオンオタル店賃料を支払わない措置などを取った。2017年、平成29年に、オタル市は特定調停の申し立てによって解除していた、ウィングベイオタルの土地を再び差し押さえた。同年には、企業再生ファンド、プライベートエクイティファンドのルネ・ムスキャピタルがイオン。 北海道が保有する債券を買い取って、小樽ベーシティ開発のスポンサーとなり、債務圧縮を目的とする2度目の民事再生法適用を申請した。負債総額は約280億円。今後はルネッサンスキャピタルによって債券を進める。施設は小樽蓄光駅側から1番街、2番街、3番街、5番街、6番街に分かれており、 一番街と二番街の間、二階から四階、と五番街と六番街の間、一階から四階に、螺旋階段がある。ホームセンターの、スーパービバホームは一番街と二番街の一階に、出店している。小樽ビブレ閉店後、専門店街、SEB、C 部としてオープンした。四階は空きフロアになっており、かつては、 長谷川産業によるメガアウトレット、オタルなどが出展していた。現在はデイサービス、介護保健施設、カプセルホテルなどを検討中。かつて3階には、長谷川産業によるスイートデコレーション、ファイテンショップが出展していたが、現在はニトリが出展している。4階にはテラス、ベーテラスがあり、オタル港を一望することができる。4階には回廊、 ウェーブストリートがあり、窓際に椅子を設置している。かつては3階にベスト電機が出展していたが、現在はザダイソーが出展している。5番街の前には屋外広場、ネイチャープラザや1階から4階までがアトリウムになっているネイチャーチャンバーがある。かつて3階には石原プロモーションによる石原プロワールド、西武系、吉本工業による小樽吉本やミスター。 マリックのマジック体験ができる、オタル超魔術館などのテーマパークがあったが、いずれも閉館している。2011年、平成23年4月からナムコに代わって、オタルベーシティ開発が、ボーリング場を直営している。オタルサティ、ボスフールオタルテン、イオンオタルテンと変遷しながら飽きてなんともなく、比較的順調に推移しているが、2010年、 平成22年に4回を閉鎖して店舗改善を図った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。